中学生を対象に募集していた平和都市宣言ポスターコンクールの表彰式が先月26日旭川市中央図書館で行われました。全102点の作品の中からテーマである旭川や平和への思いなどが審査され、10点が入賞し、入賞者には賞状が手渡されました。金賞を受賞した増田さんの作品は、平和通り買い物公園ができた時に設置された彫刻手の噴水や旭山動物園の動物、さらに兵隊と戦闘機が描かれ、旭川と平和への思いが詰まったものでした。見た人でも戦争、昔にこういうことがあったんだよっていうのが少しでも伝わればいいと思います。また青少年平和大使として被爆者の話を聞くために長崎を訪問した安井桃香さんの報告会も行われ、参加者は改めて平和の尊さを学んでいました。旭川市大雪クリスタルホールではバンドネオン奏者の三浦和馬さんとギタリストの村地宗一さんという世界で活躍中のお二人のデュオコンサートを来月開催します。バンドネオンとはアコーディオンの一種で、ボタン式の鍵盤が用いられたタンゴの曲には欠かせない楽器です。バンドネオンとギターという珍しい組み合わせの音楽を聴きに来ませんか？三浦和馬&村地宗一スーパーデュオは10月11日木曜日、大雪クリスタルホール音楽堂で午後6時半開演です。席は全席指定で、マイル券はご覧の通りです。当日会場には無料託児コーナーを設けています。託児コーナーのご利用、お申し込みなど詳しくは大雪クリスタルホールにお問い合わせください。皆様のお越しをお待ちしております。9月17日北の恵み食べマルシェの時和公園会場にてゴミ拾い活動を行います。午前11時から午後4時までの間であれば自由に参加できます。皆さんの活動で食べマルシェをもっときれいなイベントにしませんか？詳細はクリーンセンターまでお問い合わせください。